戦後最速の男、陽気がお送りする野球講座。今日はテンション高めで。何どうした感じで。てか、戦後最速の男って何？戦後最速の男はですね、僕は甲子園で試合をして、なんと76分。これ戦後最速なんですよ。76分で終わったんですよ。早くない？ありえないっすか、普通の人たち。戦後最速だね。これあの決勝終わって最後の終了式みたいな時に、はいはい、偉い人が、はい、これはもう学生の鏡ですと称賛されてますから、はい、これ結構ガチな話です。でも負けたんだろ。負けました、はい、3対0です、はい、すいません。それ説明も最速でやるの？最速でやります。はい、わかりました。でも冗談でしっかりさせていただきます。はい、今回何を説明してくれるの？今回はですね、僕らが注目して今取材させていただいている、クラブチームのことを説明させていただければなと思っております。問い合わせでクラブチームって何って来てるもんね。結構来てますので、ね、代わりにやってくれるの？やります、僕が。はい、今日は朝から突如してきてそのテンションだもんな。もちろんでございます。最悪だよこっち。はい、はい、いじゃあよろしくお願いします。はい、では早速ですね、まあクラブチームはプロ野球、プロではないので、アマチュアに、分類されます、はい、まあ、大きく分けてですけど、でその中でまた大きく分けて3つ、大学と実業団、あとはクラブチーム、まあ、僕らが注目しているのはこのクラブチームです、はいはいはい、で、ここ線あるんですけど、ここもまた2つに分かれます。アマチュアの中でも、アマチュアの3つの団体の中でもここが2つに分かれてて、で所属してる団体が、大学は日本大学野球連盟っていう、団体です、はいはいはい、で実業団とクラブチームっていうのは、JABA、はい、ジャパンアマチュアベースボールアサシエーション。言うたね。スペルはかける、はい、いや、スペルは、はいはい、勉強しています。はい、はい、ありがとうございます。っていう団体に2つに分かれます。はいはいはい、で大学、まあ、大学はあの皆さんは知ってると思うんですけど、まあ、リーグがいろいろあって、まあ、一番有名な6大学、はいはいはい、で次が、まあ、次っていうか、まあ、リーグがあって、トートと首都と、はい、まあ、その他ものものいろいろあるんですけど、全国各地にあって。でもあれだよ、あのオープン戦で戦ったことはあるけど、はい、大会で1回も戦ったことないよね。はい、それがですね、その日本大学野球連盟とジャバっていう団体の違いで、公式戦では交わることはないよと。なるほど。ただ実力的にはですね、まあ拮抗してるということで、まあ、練習試合とか交流戦とかは組まれて、まあ、お互いを高めるためにね、なるほど、やっていこうかなと、はい、そういうことですね、はい、はい、で実業団とクラブチームの違いは、はい、実業団は、会社の野球チーム。実業団の会社の野球チームでしょ、はい、まあ、会社って例えばどういうところがあるの？会社はですね、例えば有名どころ。有名どころでいい？ JR、まあ、JR 東日本、西日本、はいはいはい、まあ、四国とか、あとは、三菱重工、はい、まあ、神戸とかありますけど、はい、あとはトヨタ自動車とか、はい、ホンダとかね、まあ、有名どころは多い。大手じゃないですか。めちゃくちゃ大手ですよ。はい、はい、全部大手なんですけど、はい、クラブチームっていうのは、まあ、まあ、個人で集まってできたチームがあったり、でそれは、会社の野球チームもある。うん、なるほど。会社がクラブを運営してるってこと？そうですね。あ、実業団じゃないんだ、はい、実業団とは違います。なるほど。それなんで実業団じゃないの？それはですね、あの、ちょっと資金力が、まず今名前を挙げた大手っていう実業団パないね、半端じゃない持ってるわけですよ。なるほど、はい、はいはい、で資金力がまずちょっとクラブチームと、まあ、個人で集まって、個人の集まりなんで、まあ、会社とはちょっとやっぱ違いますね、資金力。なるほど。でそれをこの JABA っていうところに抑えてる金額がですね、まあちょっと違う、上下しちゃうと。あ、もうやっぱり何、実業団っていう括りになると、はい、納める金額は高い。高いっすね。あ、そう。違うんですよ。それ言われても知らないぞ。でクラブチームはやっぱじゃあ安くなるから、その、まあ、企業だけど、はい、クラブチームを持ってる会社さんはクラブチームの運営費の料金で払ってるんです。
そうですね。なるほどね。そういうことですね。はいはいはい。はい、で、うん、じゃあ同じ団体、同じ団体で、うん、じゃあ優劣とかないのか。うん、いや、もちろんね、実業団からしたら高い金額を納めてるんだから。そうですね、うん。もう当然そうだと思います。はい。はい、でそれを今からちょっと説明させていただくんですけども、はい。でクラブチーム、まずクラブチーム目線で喋らせていただいてるんで、クラブチームっていうのはまず大きな大会が3つあります。はい、3つで、全日本クラブ選手権、これはもうクラブで全国の1位を争うと、はい、1位を絶対目指すということで、はい、そういう大会ですね。クラブのクラブのみのみ1位を目指す、優勝を目指す、はい、なるほど、一番大会ですね。はい、はい、で、まあ、その次っていうのもおかしいんですけど、もう一つが、市対抗野球、これは実業団も参加します。はい、はい、はい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 。え、実業団とクラブチーム混合なの？混合、ごちゃ混ぜ、ごちゃ混ぜ。ただちょっとここで、まあ、優劣つきます。はいはい。っていうのは、都市対抗は1次予選2次予選があって、はい、そこで勝ち抜くと本戦、はいはい、都市対抗で、東京ドームでやれると。はいはいはい、はい、じゃ何が違うかっていうと、クラブチーム、一次予選からその最初から勝ち上がらないと、東京ドームには、東京ドーム都市対抗には出れません。一次予選二次予選勝ち上がって、うん、そこで勝って初めて、うん、なるほどね、都市対抗ですね。はいはいはい、はい、実業団はじゃあどうなのと。そうですね、はい、実業団は、二次予選、二次予選から登場します。あ、一次予選ってじゃあ出てこないんだ。そうです。なるほどね。だって二次予選って言ったらもう実業団しかいないでしょ。そうですね。一次予選で勝ち上がってきたクラブチームか企業かわからないけど、はい、なるほど。そこで戦って、そなおかつそこで勝たないとここには出られない。うん、かなり険しいね。かなり厳しいですね。なるほどね。で、3つ目、はい、これ全日本選手権。はいはいはい、これはですね、主に実業団のみの大会になります。ただし、お、ただし、ただしクラブチームでこのクラブ選手権、全国全国制覇をしたチームは、はい、ここにクラブチーム代表として出られます。お、マジで。はい、クラブチーム代表です。あれでしょ、そのクラブ1チームだけで他全部企業チームってことでしょ。そうですね。そこで、まあ勝ち上がっていくと、これはもう実業団負けないよと、そこで戦っていくっていうですね。なるほどね。まあ、それがちょっとじゃあ、まあ同じ団体でいるんですけど、その、まあ、優劣というか、納めてる金額の現金の話になっちゃうんですけど、そこがちょっとやっぱ違いますね。ああ、やっぱ全然でも優遇違うね。そうですね。なるほどね。はい、あ、もうちょっとクラブチームについて詳しく説明させていただければなと思います。はいはいはい、それでは後半戦、クラブチームとはを説明させていただきたいと思います。はい、お願いします。主にですね、活動日、活動日はですね、土日祝、ほうほう、土日祝、休日ですね。カレンダー通りですね。カレンダー通りっていうのも、やっぱ社会人、一般の社会人の方、企業で働いてる方がいらっしゃるので、まあ主にチーム全体で集まれるのはその休日かなと、そういったところですね。なるほどね。はい、で、クラブチームどんな人が所属しているのかというとですね、まず年齢から、18歳、下は18歳から上は上限なしと。あ、上限ないんですね。上限なしです、うん、はい、で下の18歳、うん、高校生でも入れるのかって言われると、高校生は入れないんですね。これはもう JAVA の JAVA っていう団体の規定で決まってて。なるほど。中卒は、中卒は、中学、最初学歴が中卒で、まあ、18歳以上の方であれば誰でも加盟できます。あ、加盟できるんだね。できます。はい、まあ、18歳以上が最低条件。はい、そうです。はい、で、まあ今、年齢でしたけど、じゃあどんな人がいるか、まあ、大学生で社会人と、はい、で大学生、大学生なのにじゃあ大学野球やってないのかと、うん、いう方もいらっしゃると思うんですけれども、大学には野球部がない大学もあります。なるほど。で、野球をやりたくて上を目指したくてっていう人がこのクラブチームには所属している。
はい、そういう人たちって大学で野球部あるところに行かなかったってこと？そうですね、やっぱ勉強で入って、でもそれでもやっぱ野球でプロとか独立リーグを目指したいという方もいらっしゃると思うので、うん、そういう方は大学生でも所属して、うん、なるほど。混合チームなんだね。そうです、あの大学生と社会人の、混合チーム、うん、はい、で、まあ、都市対抗野球っていう大きな大会があって、はいはい、でそこの大会で、そこはあの実業団がメインで、まあ、大会が行われるわけなんですよ。で、実業団なんで平日に公式戦が組まれることがあって、はいはいはい、で平日だと多分公務員とか一般の方とかっていうのは、なかなか多分試合には出られないとってなると、不戦敗になっちゃうと、人数が集まらないと、はいはい、で不戦敗になっちゃうとかなりの、ペナルティがあるんですね、はいはいはい、でペナルティがかなりきついみたいで、はいはい、まあ、ちょっと詳しくはその細かくは知らないんですけど、はいはいはい、出場停止だったりとか次回、うん、っていうのがあるんで、まあ、人数が集めやすい、なるべく人数いた方がやっぱ試合には出られる、不戦敗になることはなくなる率が高くなるって、はい、だから上限がないと、うん、はい、なるほど、はい、まあ、でもあれだね、平日にやられるとクラブチーム相当困る。そうですね、まあ、そこが不利ですね、まあ、デメリットというか、うん、やるところも、はい、だからなかなか都市対抗出られないってわけね。そうですね、なかなかやっぱり練習量も限られてるしっていうところですかね。なるほど、はい、はい、で結論としてまとめますとですね、まずクラブチームのデメリットはまず環境が悪いと、まあ、一括りにまとめますと環境が悪いっていうのも、やっぱ活動は土日土日祝で休日のみと、で、休日集まれたとしても 2,3 時間しか時間が取れない、なかなかチーム全体の練習として成り立たなかったりもするんで、はい、で、平日の練習やっぱみんなで集まれないことが多いので、個人としての練習になると、ただボールとかノックとかもうボールを使った練習が一人ではできないので、素振りとか限られた練習になってくるということですね。なるほど、はい、モチベーション相当大変だね。そうですね、モチベーションを上げる、まあ、メンタルですね、メンタルを上げていくのも多分かなりきついんではないかなと、うん、モチベーションとして自分がどれだけ上げていくか、まあ、土日の練習で上げたりとか、まあ、難しいとは思いますけど。なるほど、はい、じゃあデメリットは分かったんだけど、はい、メリットはあんの？メリットはですね、ズバリ声を大にして言いたい、上を目指す。でかいね、はい、ありがとうございます、はい、上を目指すってことですね。こういった、一般の方、公務員とか一般の方で時間がないところで、まあ、やっぱりどうしてもプロになる夢、独立リーグに行きたいという夢、公式でやっぱ上のレベルでやりたいっていう夢が諦めきれないっていう方の、まあ、最後の砦ですね。なるほど、はい、おうおう、最後の砦、そういう方たちに対してはやっぱ最後の砦はクラブチームっていう環境なんじゃないかなと。はい、そこに入ることによって実業団とも戦えるしね。そうですね、やっぱり上のクラスとも戦えて、でそのチャンスも増えるし、すごい、まあ、そういう方にとってはすごいいい環境と。なるほど、はい、はい、それでクラブチームからプロ野球選手になれるの？はい、もちろんプロ野球選手になった人もいます。で その方もやっぱり公務員ですとか、一般の方、一般企業で働いてる方ですとかだ、当時はそこで働いてて、やっぱ諦めきれずにお、まあ、クラブチームで、まあ、かなり相当な努力をして、プロになるという夢をつかみ取ったんで、もし夢を諦められないっていう方がいたら、ぜひこちらクラブチーム入ってもらって、はい、夢を目指していっていただきたいです。ではありがとうございました。ここで締めたいと思います。はい、はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。いや、今日どうでした？いや、もうちょっと練習しようかな。大丈夫。